7戦目にして初勝利。藤井聡太18が1月17日に名古屋市の名古屋国際会議場で行われた朝日杯将棋オープン戦本戦の準々決勝で最も苦手としていた戸島正幸2冠30竜王、明王に勝ち2月11日に東京で渡辺名蔵館36名人王将、清と対戦する準決勝同日に決勝に駒を進めた。 藤井は黒入り後、豊島には公式戦で6連敗し、1勝もしていなかった。現在、藤井と公式戦で3戦以上の対局をして勝ち越している棋士には、久保利明9段、大橋高志功6段、佐々木大地5段がいるが、豊島は最大の天敵だった。2017年、18年と藤井が連覇した朝日杯は、観客を入れての公開対局だ。 藤井が苦手の、戸島に勝てるかということで、コロナ禍にもかかわらず、ファンが駆けつけた、7度目の対決は、期待通りの熱戦となった。同敗は持ち、時間が1人40分と、短く、使い切れば一手を1分以内に刺さなくてはならない、1分将棋になる。戸島が先手番。 序盤に角交換し、都島がよく見かける腰掛け銀で様子を見たのに対し、藤井は3筋と4筋後手なので、6筋と7筋で積極的に銀を前進させる、早栗銀という、都島も予期していなかった急戦に持ち込んだ。難しい将棋は徐々に都島が優勢になっていたようにも見えた。先に時間を消費してしまったのは、藤井。その時点で、都島は9分残していた。この差は大きい。時計係の秒読み、 50秒、1、2、3、4、5、6、7、8に藤井ファンはハラハラさせられる。10まで読み上げられたら、敗北だ。実は、プロの騎士でもたまにあり、皮膚民、こと加藤1、2、3球団、引退は現役時代、何度かこのポカをやっていたそうだ。 ちなみに、日本将棋連盟の規則では、秒読みに追われて慌てて刺そうとして、万が一、駒を落としてしまったら、指で盤面部分を押さえ、刺す手を口頭で、すぐに伝えれば、時間内に刺したとみなされる。相手がやったことも、自分がやったこともありますが、やはり相手が認めてくれなくてはダメですね。今泉健二五段。無意識に名手を放つ。この対局、藤井が急まで読まれて、角で大手した場面もあった。 慌てたわけではないだろうが、あまり良い手ではなかったと見られる。だがその後、藤井が86手目に放った、86歩の攻めが絶妙の攻師となり、その後、94手目で都島が投了した。曲後、藤井は今まで6曲やって勝てていなかったので、ほっとした気持ちはあります。しっかり集中して、良い将棋をお見せできるようにしたいと思います。強い相手と対局できるのは、すごく楽しいことなので、 過去の成績というのは忘れて、一生懸命刺そうと思っていましたなどと語った。敗れたし島は、序盤に失敗してしまって、中盤あたりで難しくなったような気もしたんですけど、最後の方に何かチャンスがあったのかもしれないですけど、ちょっとわからなかったです。8ロットがいい手でしたねなどと、相手を称えた。騎士が対局後に、相手の一手を具体的に取り上げて褒めるのも珍しい。 8、6歩について、大番解説をしていた、森内敏之、9段 50A 生命人資格者は、藤井にはもう一枚符があるから、7、8歩で詰めをが作れる。かっこいい手ですと感心していた。詰めをとは、大手ではないが、相手が守らなければ、次の手から詰んでいく、一手のこと。詰めろとも言う。しかし曲後に、藤井本人は詰めろ、のかけ方がわからなかったので、あのあたり、全くわかっていなかったですと振り返った。 藤井聡太は本音でもないことを言ってみせて、相手を煙に巻いたり、攪乱させるようなゲートができる男ではないだろう。年齢ではなく、彼の性格からそう感じる。であれば、わかっていなかったは本心だろうが、それならば、究極の病読みに追われながらも、半ば無意識で相手が脱帽するような妙手が放てたわけである。やはり不正室の天才たるゆえんだろう。この勝利の大きな意義。藤井と島しまは、共に愛知県出身。 すでにプロ入りしていた都島が小学6年生だった藤井と対戦したことがある。都島は自分が6年生の時よりもずっと強いと驚いていた。二人の公式戦初戦は2017年の夏に行われた希望の挑戦者決定トーナメントだった。すでに永久騎士だった都島に4段だ,だった15歳の藤井は完敗し永久という壁の高さを痛感していた。その後は力の差が縮まり次第に接戦になっていくが、 藤井はなぜか、豊島には勝てず、優勢に進めている将棋も逆転されたりした。とりわけ、昨年10月の王将戦の挑戦者決定リーグでは、圧倒的に優勢だった藤井が土壇場でミスから、大逆転を許してしまい、実力差なのかと処げていた。トップクラスの騎士たちの実力は、神一へ。ここで一人でも苦手な相手を作ると、真のトップとして君臨してゆく、ことは難しくなる。その意味でも、この木に勝っておけたのは、 大きな意義がある。一方、名人戦につながる順位戦リーグでは、藤井は現在、B 級2組で、一人だけ負け、なしの8戦全勝。師匠であり、同級に在籍する、杉本正隆八段52を追い越して、B 級1組への昇級、つまり一気抜けの可能性が高まっている。順位戦の第9局は、朝日杯の2日前である、2月9日に、東京の将棋会館で行われ、 対戦する、久保田義行七段48に勝てば、昇級決定だ。あれこれ書いていると忘れそうになるが、藤井はまだ高校三年生である。高校卒業まで、わずかの期間も、天才騎士まだまだ楽しませてくれそうだ。写真文、阿野人しゆジャーナリスト。阿野人しゆジャーナリスト。1956年、生まれ、兵庫県西宮市、出身。大阪大学、文学部西洋史学科卒業。 ミノルタカメラ、現コニカミノルタを経て、82年から2001年まで共同通信社記者。翌年からフリーランスとなる。社会問題を中心に週刊誌、月刊誌などに執筆。サハリンに残されて、領土交渉の谷間に捨てられた残留日本人。瓦礫の中の群像、阪神大震災、故郷をかけた記者と被災者の声。ナホトカ号、重油事故福井県三国の人々とボランティア。 あの日、東海村で何が起こったか。そして、残された物合いと、甘ヶ崎脱線事故。戦艦、山と最後の乗組員の遺言。アスベストか、国家的不作為の付け。この人、痴漢、と言われたら、検察に殺されるなど著書多数。神戸市在住。次のオーディオビデオでお会いしましょう。